久保さん久保さんの歴史は俺の歴史 <laughs> 久保さんの歴史を作ったのは俺が俺俺俺みたいなね <laughs> まあ久保さんにね商品あのね電車じゃああのアプリで儲かるみたいなねあれを久保さん買ったところからスタートしてますからねあれよあれよと色々と買っていただいて40万ぐらいね確か買っていただいたと思いますけどまああの山口さんのね20時間ライブだったかな まあ、ライブでね、久保さんが、広島の久保です。あ、久保さんみたいなね。ああ、懐かしいですね。あそこから今ですよ。うん。で、今回僕のテーマはですね、どうせ俺には無理だよと。どうせ俺には無理だよ。 まあ僕もですね、ルーツを辿るとみんな一緒なんですけどね。僕も右も左もわかりませんっていうところがスタートして、僕がスキルを手に入れた理由は単純で人より働いただけなんですよね。人よりやったっていう。まあ人と違うところがあるのならば、ネットビジネスの会社を選んだっていう、ただそれだけです。人とちょっと違うところがあるとするならば、ネットビジネスの会社を選んだっていう、ただそれだけですね。ただ、他の人より働きました。 だって十何,十何年働いて思い出が会社に泊まってる思い出しかないので、なんかもうそれしかないですね。いや、本当にですよ。いや、マジで会社が家だったんで。 なるね、これね、ヤフーの今の社長だったかなヤフーの社長、前テレビで出てたんですけど、なんか社長室に4畳半みたいな畳があるんですけど、それはなんで置いてあるのかっていうと、いや、僕も会社に泊まってたんです、みたいな。で、その時の、その4畳半、なんか4畳、ここ、これ、なんか、その、寝るとこなんです、みたいな。あ、ヤフーの今、な今ちょっと社長変わったか分かんないですけど、ヤフーの社長はやっぱ会社が家だったんだな、みたいな。なんかすげえ共感するところがあって。 なんか社長室にあるらしいですよなんか <laughs> そう、ここは僕が寝,寝てた、こんな感じだったんで、みたいな、初心を忘れないみたいな、なんかテレビでやってたような気がしますね。まあ、それぐらいやりましたね。もう本当にもう,う、相当やったんで、うん。だからまあ、なんだろうな、まあ、久保さんはね、うん40からでしよ僕は一応22、23ぐらいからやってるんで。 久保さんやっぱ40から初めてここに到達してるっていうのはやっぱ神的レベルですよ。でもこういう事例をどう受け入れますかっていう話ですね。僕はね久保さんをずっと見てるのでやっぱね僕は久保さんは、まあ、お客さんだったけど今は久保さんを僕は一人になって久保さんをやっぱ追いかけてるっていうところがありますから、まあ、久保さんみたいになりたいなっていう。 まあ、ビジネスを早くやめたいなっていう。で、ビジネスを早く辞めるためにビジネスやるっていうね。<laughs> で、別にビジネス辞めたとしてもですよ。僕が金利とかそれで回るようになったとしても、ビジネスのもう染み付いてるので、なんか売ってるでしょうね。久保さんもそうですけど、伏線張ってね。伏線張って即果塾っていうね。もう別にビジネス本当に全部やめてるんだったら、即果塾っていう言葉を言わないはずなんですよ。これはもう染みついちゃってるんですよ。即果塾の久保ですっていうのが。もう染み付いてるんですね。根っから。なんか言うんですよ。 本当にビジネスをゼロにするんだったら言うべきじゃないですよ。だって、や、運営しないっていう話じゃないですか。もうサポートも何もしない。ビジネスは何もや。売らないってことですからね。そう。なんかそれはね、染みついて。だから、僕もね、多分、久保さんみたいな形になるのかな、っていう。まあ、基本的に自分の好きなことは喋って、で、その、ああ、なんか熟成さんが、みたいなね。あ、そう、この前熟成さんが、こんなことあったんで、みたいな、ね、<laughs> いいっすよね、これね。で、一年に一回だけちょっと、 一本、一本だけセールスビデオを撮るみたいなね。これいいなこれ僕ね、めっちゃ、この前そのね、あの、去年だったかな去年、去年なんかあの、1億ぐらい売った時に、僕あの、インタビュー、あの、久保さんの家でしたやつがありますけど、すごいですよね <laughs> さ。あの動画が3000回回ったのはね、やっぱね、僕ね、すげえなと思いましたね。3000回回ったかみたいなね。 あれは脅威でしたけどね。まあ僕はまだそこまで到達してませんので、あの頑張ってね、久保さんの領域まで行こうと思います。僕は無理だと思ってないんで、すみません。僕は久保さんに商品売ってた立場ですから、俺が不可能なわけねえじゃんって思ってるんで、久保さんが言ったんだから40から言ったんだからっていうね。久保さんを作ったのは俺だよとか思ってるんで、だけど俺は久保さんより下みたいな。なんやねんみたいなね。 だからそれは、まあ僕は40からね、久保さんはネットビジネス始めてるんで、僕は40から隠居と。これいいんじゃないかな。久保哲郎は40からネットビジネス。俺は40から隠居。これで僕こ、れこれをね、ちょっとイメージして今頑張ってるんで <laughs>。まあみんなね、どうせ俺には無理だよと思ってるんで、勝てります。僕は勝てるしか、勝てるっていうことしか思ってないですね。だってみんな、どうせ俺には無理だよと思うんだもん。やんないんだもん。 それは勝てますよね、はい、だみんなそうなんだよ。みんなこう思うんで、自分が旗あげればいいんですよ。旗あげれば。だから勝てるんですよ。旗あげれば。でも旗あげないですね。どうせ俺には無理だよっていう。いや、旗あげたら勝てるよっていう。うん、だって、久保さんでも言ってるわけですからね。はい。まあ、ということで、久保さんの動画、どうぞ。興味深いですね。そうですね。私もね、似たような言葉で、 なるほどっていうふうにことがあります。えー、人はですね、いろんな考えを持ってますんで当然ですけども、私と同じ意見じゃない方もいらっしゃるんですよね。その方がまあ自分と違う意見を持ってこられたときに私は何を言うかというと、それはちょっとおかしいんじゃないですかっていうふうに入らないんですよ。おなるほどっていうふうに思うんですよね。このなるほどって言葉の効果っていうのは二つありまして、一つはですね、話し手さん、話し手さんが私に話を持ってきたときになるほどっていうことは その話した方ってのは、あ、受け入れられたなっていう風に思っていただけるんですよね。それが一つです。で、なるほどっていうことによって私はあ答えができるんですよ。答えることが。でもそのなるほどっていうのは必ずしも、そうですね、あなたの言う通りですねってことを含んでいないってこと、便利な言葉なんですよね。まあ、ですので私がね、誰かの意見を聞いてなるほどって言ったということは、 否定してると思った方がいいんですよ。それは違うんじゃないかなと思って、違いますよって言うんじゃなくて、なるほどっていうふうに言ってるとね、思った方がいいかなと思います。このね、なるほどとかね、興味深いですねも同じなんですけども、ある意味、重要はするけども、共感してないよっていうことなんではないかなというふうに感じてますよね。皆さんもその言葉の使い方っていうんですかね、いやいや、それはちょっとどうかなっていうのか、あのそれとも、なるほど、興味深いですねって話すのかによって、その自分と違った意見をね、発した人との関係が、 意見が違うのに仲良くなるのか、意見が違うから仲違いするのかって大きく隔たりがありますので、ぜひね、えー、このなるほどって言葉とか、興味深いですねって言葉、使い分けていただきたいかなと思います。さあ、それでですね、ここから話題がカッと変わりまして、参院選でございます。えー、現在ですね、消費税10%を前にして、参院選ってものが戦われておりますけども、その中でね、3つの考え方があります。1つは消費税を10%、これを決行して、 えー、景気対対策策にすすするるぞぞとかね、えー、福祉対策するぞみたいいな形でございますもう一つがですね消費税をちょっとね据え置きしましょうとこれは多くの、えー、野党が言ってることですよね自民公明各社あー立憲民主党もあるんですかね、えー、消費税は据え置きましょうと8%のままでいいじゃないですかっていう考え方ですそして唯一令和新選組山本太郎さんの言ってるところは消費税はいらんとなしにするぞ 5%にし3%にし最終的にはゼロにすると消費税なんてなくったってやっていけるんだともともと消費税はなかったんだというねそういう主張でございますそうですねいつの間にか消費税っていうのが税収の大半を占めるようになりました3分の1程度です今60兆の税収が見込めてるんですけどもそのうちの19兆円っていうのが消費税なんですよで19兆円っていうのがあ所得税そして12兆円ぐらいが法人税なんですよね この3つで税収っていうのは多方方がついてしまうんですよ。では消費税が上がった分、どこに比重が軽くなったのかというと、法人税と所得税です。要するに、お金をたくさん儲けた人ってあんまり取られない仕組みになってきたんですよ。ある意味、努力をして自分でお金を稼ぐスキルをつけると、もうあんまりね、損をしなくなるんで、頑張るぞって気持ちになる。それもわかります。でもですね、やっぱり大半の人が自分で何か起こせない人。本当普通の人なんですよね。そうなると、 誰かにお金をもらって暮らすしかないという風な所得の限られた過少分所得の限られた暮らしをしてるんですよね。でその中で月収二十万とか三十万の中で消費税ってのが十パーセント一割は最初からボーンと取られちゃうよってことになると住民税も一割でしょ。でそのほか諸々の税金が上がってくると所得のまあ大半がですね自分の自由にならないお金ってことになっちゃうんですよね。うん、まあそういった意識を込めてきちんと 政治に向き合っているのか税制にかかっているのかっていうことを我々一人が考えたときに方法は二つ大きくあるんではないかなと思いますそれはですね世の中の仕組みを変えるために自分が打って出るってことですよねこれが一つもう一つはですねこの世の中の仕組みを変えるんじゃなくてこの世の中の仕組みの中で上手に個人的に自分だけはお金持ちになって自由になっていくぞっていう考え方ですこれ両方できる人もいますし片方だけの人もいますそして残念なのが 両方しなない人なんですよ世の中が変わることを望む自分の人生が変わることを望むでも今日の活動は昨日までと一緒これではねやられ放題ですよ、うん、無防備でガンガンガン殴られるばっかりです出血多量で死んでしまうまでずっと殴られ続けて何のドラマもなく何のいいこともなくどんなことも起きずに自分が思ったことも叶えられずに口癖はどうせ。 こんなことになってしまいますよね。そうではいけないと私は思います。私ももともと持たざるものからスタートです。皆さんと一緒だと思います。ぜひね、えー、政治に頼るのも一つ、人に頼るのも一つ。でも何かね、何か自分の黄金時代、黄金峡を作っていければなというふうに思うんですけども、いかがですかね。さあ、私はですね、もう吉谷さんから見ると私の進捗っていうのは手に取るようにわかると思います、えー。まずは最初、出会った頃。 ライブ放送に絡んでいって、もう乗っかるだけしかないというね、単なる麻雀店のおやじでございました。当時ね、アイドルのフェスティバルとかもしていて、お金はありませんでした。何にもありませんでした。大したこともできませんでした。でもその電子書続きのセミナーから、さらに高額なコンテンツに私がね、カモンになって購入していったとき、自己アフィリエイトをやって、東京に通って、いろんなところでね、私が動画を上げれるようになって、人に取り上げられるようになって、 借金を返してマージャン店を辞めて独立して最初の1億円を稼いでそして、えー、と3時間で600万稼いでいろんなことを吉田さん見てきたと思いますそして今自分の自宅をドーンと一括で買って吉田さんに来てもらって何回か泊まっていただいてそして今回なんとですねベルファイヤーを買った直後にナイト2000も買うというねどうですかね吉田さん本当にこれはね何もなかった人間ですよよくあるのが なんかね、塾とかコミュニティがあってもともとできている人をもともと儲かっている人をそこに招き入れてうちの塾ではこんな儲かっている人がいますっていうプロモーションはありますけども私は本当にね何もなくって借金だけあってあのネット初めてなんですけどみたいな本当にね多くの方が言ってますけども初心者ですけどできますかみたいなところからスタートですからねしかも40過ぎてうんだからね諦めないで欲しいいでしと思いますそれが今回言えることなんですよで、自分でで自分きないんだったら 誰かに頼っていくこと。それも一つの自分の力だと思います。えー、私の方にね、連絡いただいてもいいですしね、吉田さんに連絡を差し上げてもいいと思います。とにかく一人でダメだと思ったら、誰かとやること。これに尽きるんではないかなと思います。それではですね、えー、今回は以上です。